スタートしました。しばらくとしたスタート、さあ横に伸ばして何が出ていきました。そして7番のカンガルーさん、待ってを伺っています。カンガルーさん、力同じ状況と5番のレーベルと3番のエストレスコール、2番手、3番手、今2番手、3番手、並んでいます。1番手、3番手、9番手、インテリクトで2番手、中回コースに入って緩い流れです。7番手、カンガルー番先頭でいいのが1番手、2番手、2番手、5番手、レーベルと3番手、エントレスコール、そろそろから接近、上に上がった13番手、インソート相方からは、このようにインテリクトで2番手を行うところまで進出、上がって先頭を伺います。この4番手、5頭から1番手、2番手、離れて内から1番のエージングスパチに沿って、外にユイリー、あるいは内から1番のアキラ、メンティンカットは中間の予想の坂を登っていきます。まずは見えのインパに沿って外側に加えるアリバナ8番のエスペランサで坂を登り続けて、これから左側に向かっていきます。この後ろの集団から5点で来たステファンバローズ、中間のようになって残り800いました。1秒4のペース、後方の集団にイーモント、あるいは集団サイン、後方からは一旦遅れたジェットストーリーや方向に構えて、これ600を切りました。最高峰15番のステイキングランド、中段グループ一気に固まってきて、バルノは4コーナーのカール押し出されて、先頭インテリクトレールで4コーナーカールから、さあ、そっちに向かって早くストーリーをかけていく。